黒屋は東京都中央区日本橋に存在する漆器の専門店。正式称号は株式会社黒屋。創業元禄2年。初代が奇襲漆器、黒江塗りの産地として知られる木木になぐさん、黒江村から江戸に移り、漆器店を創業したことから、称号が黒屋となる。当初は日本橋本町4丁目に店を構え、 代々黒江や多兵を襲名した。安永三年創業家は黒江村に帰郷し、京の豪商柏芝や孫左衛門に経営権が移った。同時期に、同時期に所在地が本町から日本橋通り一丁目の現在地へと移っている。江戸時代には主に、大名、明治には家族等を相手に高級漆器を扱っていたが、関東大震災後一般向けの漆器にも手を広げた。 昭和20年東京大空襲では店舗を消失、翌年2月にはバラックを建てて、商売を再開した。戦後混乱期には湿気にかかわらず雑多な商品を扱ったが、この時期に客が、古物屋と間違えて持ってきたものを買い取ったという万事、元年名の日本橋の義母子が、店頭に展示されている。柏原家は、加藤清正家臣柏原豪衛門を外する家系で、 関永期あるいは、昭法2年に、初代三江門が京都山地五条下がる三丁目、立花町西側に柏屋を創業した。当初は京古間物、扇子を商ったが、後に木綿問屋となり、ろうそく屋、セッタも扱った。天名、上京期には、黒江屋と同じ江戸盆町四丁目に出展し、いわゆる江戸天持ち京商人となった。二代目孫左衛門、 三代目スケーモンと続き、教法四年亭の四代目、孫左衛門三忠は五代目、縄屋黒左衛門遊泳の四女里藤陽を目取り、妻と共に経営を拡大した。安永三年に、同じ本町四丁目の塗り物トン屋、黒江多平、天明元年に新領外町四丁目の上トン屋、松坂屋、繁栄門の経営権を手に入れ、江戸三天体制とした。当主、 柏原孫左衛門は以前として京に居住し、売り上げも毎年京に送られたが、別家制度により江戸店の番頭も、文家として、一定の権限を与えられた。江戸店は、関西年間の五福太物問屋の長者番付では、東の大関に列せられている。明治になると、木綿販売は、時代遅れとなり、九代目孫左衛門は、明治十七年七月一日、東京に、 神戸製紙書の一手販売代理店を開いた。大正13年株式会社柏原用紙店、昭和50年柏原市商事株式会社を経て、現在に至る。代々柏原家が京都で居住していた屋敷は、法暦13年地区の者のが、天命の大化を免れて現存し、江戸時代の昇華の様子を今に伝えている。昭和49年により、 楽藤香薫館として、年2回一般に公開されている。同館には、教法21年1月の、家内情報庁、法歴5年の、条目、明治16年1月の、店情報示せご心得書などの家訓、教法15年から明治22年までの決算簿や、古建図などが伝わっている。公式サイト等では、安政3年とするが、 これ以前にも通り一丁目と所在地とする資料があり、誤りである。詳しくは、近世京都商人の商業経営について参照。山城国京都立花町柏原家文書。ありがとうございます。